スウン山は、静岡県伊豆市と伊東市の境界付近にある火山。頂上部は、伊豆市にある。標高は581メートル。伊豆半島、ジオパークのジオサイトの一つ。スウン山は、伊豆東部火山群の、約13万2000年前の火山活動によって、形成された、スウン山長者が原高塚山火山列の、スコリア級である。スウン山は、 伊東市のシンボル的存在の大室山火山と同じ種類の火山である。なおどちらも丹性火山であり再び噴火することはない。三名の、すくもとは稲のもみ殻のことを意味し、その昔、すうん山の西にある長者ヶ原の富豪が、この地にたくさんのもみ殻を捨て、それが積もって塚となり、ついには山になったとの伝承が残る。山腹には、伊豆スカイラインが通り、 富士山方面を見渡せる、数雲山駐車場が設置されている。山頂まで複数の登山道が整備され、最短ルートの数雲山駐車場からは10分ほどで登頂できる。戦前には、航空灯台が設置されていたことがあり、展望台の前に、それを記した区がある。近くの伊豆の国市立大人東小学校や、伊東市立宇さみ小学校の校歌には、 数雲山の名が歌われている。山頂は芝地や草地で開けており、展望台も置かれている。展望台からの眺め、画像の左右の端が東。左から、相模灘、伊豆大島、天城山、だるま山、駿河湾、西浦山地、足高山、富士山、箱根山。ありがとうございます。